皆さんよろしくお願いします。シビックテックオンラインアカデミーの第10回目開始したいと思います。よろしくお願いします。パチパチ。で、10回目となる今日はですね、シビックテック×公務員ということで、横浜市役所に石塚さんにお越しいただいております。はい、石塚さんよろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、簡単にちょっと自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、ここはコードフォー横浜と名乗っていた方がいいのかな。コードフォー横浜の石塚です。本職は横浜市経済局というところで ICT 専任局というのをやっています。はい、どこまで行ったらいいのかなあのプレゼンの中で触れることはあるそういう意味では、あったのは結構前ですね、2013年とか4年とか多分それぐらい、から関わってるんですけど、いろいろこういい経験をさせていただいて、まあ、仕事の方にも生きてることもありますし、プライベートでもすごく充実したところもありますし、そんなこんなで私がなんかこう公務員という立場をやりつつですね、まあ、シビックテックみたいのにどんな関わりを持っていたのかみたいのはなんか今日ひけらかせればなと思っております。はい、ありがとうございます。ではよろしくお願いします。楽しみにしております。早速ですけれども、今日のテーマ、シビックテック×公務員ということで、最初に10分ぐらいですね、石塚さんの方から、プレゼンテーションしていただいて、まあ、その内容をもとに、質問していきたいと思います。それでは石塚さん、早速よろしくお願いいたします。はい、では画面の共有させていただきます。最初からなくなかった。ここで言ってます。はい、こちらです。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。去年かな、あ、一昨年かな、神戸でですね、コードフォージャパンサミットがあった時に、野良猫公務員サミットみたいなものをやらせていただいて、まあ、その時からですね、まあ、野良猫公務員ネットワークみたいなものを作ろうぜみたいな話で結構進んできているんですけど、まあ、野良猫っていうか、こう、まあ、いろんなところをフラフラしながらですね、まあ、シビックテックみたいなところとか自分の仕事とか、そんなところをフラフラしながら、こう私がどんなことをやっているのかっていうのを共有して、まあ、皆さんがこう真似したいとか、もうこんなこと絶対やりたくないとかどう思うかちょっと分かんないんですけど、まあ、そんなところをひけらかしていければなと思います。で、今日は4つですね、他にこんなところをお話しさせていただきたいかなと思います。まずシビックテックに興味を持ったきっかけっていうのは、まあ、興味を持ったというか、まあ、絶対的に私にこれが必要だと思ったきっかけですね、まあ、本当にもう圧倒的に東日本大震災の経験が大きいです。で、これまあね、関さんも死ぬほど見てきた画面だと思うんですけど、まあ、震災以後とか、まあ、私子供たちとね、家でリビングでこうなんか停電してる中でこうじっとしながらいろんなこうネットの状況を見ていて、まあ、あの時ツイッターでものすごく情報がやり取りされていたりとか、関さんたちがこういうふうにいろんな情報を集めて震災インフォみたいな形で提供されていたりとか、まあ、テクノロジーでこう被災地を救おうみたいなことをされている方が本当にこうたくさんいらっしゃって、まあ、それを家でですね、こう画面の中で見ながら、こういう動きってこれからは絶対に必要じゃないかっていうふうに思ったのが最初のきっかけだったりします。まあ、こんな感じですね。これからの行政は伴走役になるべきじゃないかってこう強く思った瞬間だったんですね、あの時が。で、まあ、当時そのオープンガバメントっていうその言葉がちょうど出てきているかいな、いたかな、いましたね。ちょうど2009年にオバマさんがこの透明性参加共同っていうその三原則を掲げて、アメリカオープンガバメントっていうのをやっていくんだっていうことを言い出した後に、まあ、東日本大震災とかがあったりしたので、まあ、そういうふうなことを強く思ったっていうのがあります。で、その、まあ、まあ、三原則、こんな感じですね。まあ、透明性参加共同っていう、まあ、透明性っていうのは、その、単なる公開じゃなくて、まあ、データを公開しようみたいな、行政の情報を公開しようみたいな話ですけど、単なる公開じゃなくて、市民に活用されやすい形での公開ですね。まあ、いわゆる開放って、まあ、庄司先生とかを開放って呼んでますけど、まあ、そういうふうに、皆さんに使っていただけるような形で、提供していこうっていうのと、あとはそれに積極的に市民の参加機会っていうのを増やしていくっていうこと、それと共同ですね。行政の仕事は行政だけがやるのではなくて、積極的に市民等の関与を増やしていって、まあ、それことで共に
そのガバナンスガバメントをしていくと、その街を作っていくみたいなことをやったらいいんじゃないかっていうことで三原則を掲げていて、まあこれは本当にまさに私もこう刺さるところではありました。で、まあ原体験というのはもともとあって、まあ私ずっと横浜に住んでいて、あのこう多摩川を越えると動悸がしちゃうみたいなドメスティックな人間なんですけど、もともと横浜の150周年、開港150周年 の、 あのイベントがあったときに、私はそのイベントのボランティアスタッフっていうのをやっていて、市民創発プロジェクトっていうのの、こうサポートをしていたんですね。で、そこでこれって本番から開始まで2年かけて、その市民一人一人が集まった一人一人が、自分がこれまで何をやってきたのかとか、そうこれからどうしたいのかとか、横浜のために何をしたいのかとか、そういうことをこうみんなでこうワークショップみたいなので紐解いていって、まあ、最終的にそれでまあ自分はこういうイベントをやりたいっていうのを、今ズーラシアがアフリカサバンナゾーンっていうところがあるんですけど、まあ、そこ の、 スペースを使って87日間イベントを繰り広げるっていうものだったんですけど、その時に本当にものすごい市民の力の爆発っていうのを見せていただいて、まあ、これ横浜だったらまあ絶対オープンガバメントもできるでしょっていうふうに思ったっていうのが、まあ元々の、まあ、自分も やれるだろうなと思った原体験としてはあります。で、まあそんな混乱してるうちに、まあ自分が何をやれるかなっていろいろ考えて、まあ透明性参加共同の中で、まあ、一番最初にやるんだったら透明性だよなって、まあ行政なのでだよなっていうふうに思って、まあ提案とか、まあ、いろいろこう紆余曲折あって、この金沢イクナビネットっていうそのオープンデータを活用したパーソナライズ型の子育てポータルっていうのを作りました。で、まあ、オープンデータってやれればいいんですけど、まあ、当時ってオープンデータのおの字もないみたいな世界で、まあ、サバイがすごくこう頑張ってくれてはいましたけど、まあ、そうは言ってもオープンデータってなんじゃいみたいな世界だったので、まずそのデータとその IT っていうのが、まあ、何ができるのかみたいなところを分かりやすく見せていかないと、まあ、ちょっと進まないだろうなって思ったところもあって、まあ、自分がそのプロダクトを作りたかったわけではないんですけど、まあ、こういう形でまず自分が使ってみて、まあ、こんなに便利に使えるじゃんって、オープンデータ出したらいろんな人がこういうふうなことできるじゃんみたいな、なんかそういう事例として一つ作ってみたっていうのがあって、ただこれがですね、まあ、パーソナライズ型っていうこともあって、まあ、想像以上に大きいしてしまいましてですね、いろんな全国で子育てアプリっていうのが乱立する結果を招いたみたいなところもあって、まあ、その私的にはよし悪しどっちもあったなっていうふうには思ってはいるんですけど、まあ、そうは言ってもみんながやろうみたいな気分になってくれたのは、まあ、非常にありがたいなと思っています。で、まあ、そんなコーナーで金沢区の当時福祉保健課ってどこにいたんですけど、お前 ICT 担当やれよみたいなことを上司に言われましてですね、まあ、ICT 担当になって、まあ、それからアイデアソンとかハッカソンとか、もう本当にまさにコード4でいうとこの共に考え共に作るっていうその場作りみたいなことを中心にやっていて、まあ、その究極形態としては本当にこの2016年の、まあ、もう金沢区総合庁舎もうピッカピカの新庁舎をですね、1階から5階までフルハックしていただいて、皆さんにですね大暴れしていただいたっていうそのコード4ジャパンサミットですね、私的にはその究極形態で、この時本当に市民の人も区民の人も来てくれましたし、コード4の人たちも全国津々浦々から来てくださって、まあ、防災とか子育てとか本当にいろんなことを話し合っていたっていうその光景が、私的にはこう、まあ、本当にその究極形態で、まあ、それをこうなんだろ う、 こう心の果てにしながら今でも頑張ってるみたいなところがありますね。で、まあ、その共同みたいなところも、まあ、やらなきゃなって思ってですね、まあ、世界銀行ハッカソンでこう飛び出してきたプロダクトをですね、実際にその区の中の課題に生かしてみるみたいなこともやっておりまして、緊急時情報システムっていうのを作ってるんですけど、もともとその、今137ってところにいらっしゃる黒田さんっていう方が、世界銀行のハッカソンの東京の会場でグランプリを取り優勝されてた、母子手帳システムっていう、その電話でトゥイリオっていうその API を使って、電話で情報を双方向にやり取りするみたいなシステムを考えられていたんですけど、まあ、それは、まあ、なんだろう、防災に生かしたら、その高齢者って絶対電話かけて取れない人いないので、スマホ使えないとかメール使えないとかそういう人はいても、絶対電話取れないって人いないよね、みたいな話になって、その緊急時のその電話の双方向発信に使ったらいいんじゃないかっていう発想が金沢区の中で生まれましてですね、それを横浜で市民共同条例っていうのが当時できたばっかりの条例があったんですけど、まあ、それをですね、ベースにして、こう、提案をしていただきまして、まあ、その提案をベースにですね、区がその、まあ、条例に基づいてその契約をして、まあ、それお金も出せるみたいな、予算も執行できるみたいな感じになっているんですけど、まあ、それを使って、まあ、ちょっとアジャイル的な、まあ、今でいうとこのアジャイル的な開発っていうのをやったりしています。
で、この時は私たちが、まあ、直接的に開発のお金っていうのは出していなくて、実はイカナビネットの、開発をした時に強烈に失敗したなと思ったのが、区の行政の委託費で、ものを作ってしまったっていうのが、私的には強烈に失敗だったなと思っていて、で結局それで行政財産っていうものにあれ、まあ、市民税を払って、市民税で作っているものなので、まあ、行政財産というものになってしまって、私オープンソースにしたいってすごく頑張ってみたんですけど、結果的にそこの財産処理みたいなところが全然うまくいかなくて、まあ、誰も決断できないというか、誰もやったことがないので決められないみたいな状況になって、結局できなかったっていうのがあったんですけど、まあ、結局行政が自分とこのリソースで作るんじゃなくて、他のところで作ったリソースをうまくその自分ところに合わせていって、まあ、それをその区民の方とかにご提供した方がいいなって思っていたところだったんで、非常にこの形ありがたくてですね、黒田さんが連れてきてくださった、まあ、ちょっと大きな企業と、黒田さんと、あとは私たちが、区民とかとに協力要請をしながら、実際にシステム検証をして、まあ、音が聞きづらいとか、声が、ね、分かりづらいとか、もうちょっと長く発信してほしいとか、区民からいろんな意見が出てくるんですよ。で、1回の発信でもう本当にいろんな意見が出てきて、もうこれだけで3時間ぐらいセミナーできるね、みたいなことを、会社の人となんかこう話すぐらい、本当にいろんなことが起こって、例えば3回発信するんですけど、なんか結局出なくって、出て答えてくれなくて、何がいけなかったんだろうと思って電話したら、みんなで回し聞きしてたら終わっちゃいましたみたいなことで、なんか保育園に発信したんですけど、保育園の先生で、こんなんかかってくるんだよとかって、なんかこうみんなで回し聞きしてたら3回終わっちゃいましたみたいな話があって、そんなことかよみたいな話とかですね、結構いろいろ楽しいことがありまして、でもなんかそうやっていろいろこう、まあ、実際に起こった区民の方たちがこういうふうにしてほしいみたいなニーズを捉えて、私たちの方でこうですってみたいな感じで民間の方にまたお答えして、それをこうまた生かしていってリリースしていただくみたいな感じで、最終的にはこれ今製品としてリリースされていて、今、横浜市内10区と、足立区と、まあ、千葉の方とかいくつかの都市に展開されてるっていうことなので、まあ、非常に、この間豪雨被害があった真備町とかもそうですけど、田原先生がいらっしゃる、あそこでも真備ダイヤルだっけなっていう名称で使っていただいていて、非常にいろんな方に使っていただいているのは、すごくありがたいなというふうに思っています。で、今なんかこう、そんなこんなでいろいろやって思ってることって、行政ってオフィシャル変換装置だよなって、すごい思っていて、これ誰かに言われたらすごいうまいこと言われないなと思ったんですけど、何かそのこうあるプロダクトみたいのをその課題を捉えて、その実際に区民の方たちと作ってみるとか使ってみるとかっていうことで、それがそのオフィシャルなものになるっていう、そのプロダクトになるっていうその流れを、まあ、行政は作っていけるなっていうふうに思っていて、多分それは何かしらの課題を解決するものではないといけないっていうのがあるんですけど、単純にその便利なものを便利で使おうぜみたいな話ではなくて、それをその実際にその地べたにお住まいになっている区民の方とか市民の方と一緒にまあ、いいものにしていけるっていう、その変換装置みたいな役割を果たせるなっていうふうに、ここ数年ぐらいの自分の活動を振り返ると、改めてですよ、振り返ると、ああそういうことなのかなっていうふうに思ったりしているところですね。で、今はですね、経済局に移動してからは、まあ、コードフォー横浜みたいな、そのメンバーといろいろやって、市長選側の候補者にですね、勝手にこう、ICT の提言書を作ってですね、こう、きれいに印刷して渡しに行ったりとか、2人の、うちの今の市長なんですけど、小林さんとか、うちの代表とかがですね、私に行って、こういうのを自分たち考えてるんですみたいなことをやったりとか、あと2020年に、横浜の新市庁舎が、桜木町の方に今建ててるものがあるんですけど、それ図面で見ても全然どんなことなのか分かんないよねとか、じゃあちょっと VR で作っちゃったら面白いんじゃないのみたいな話になって、で、なんか最初、メンバーの一人で山手総研って会社やられてる方のインターンの人が1ヶ月かけて一人設計施工管理みたいな、監督みたいな非常に孤独な作業でですね、ユニティを使ってこうバーッと立ち上げてくれた VR をですね、今情報科学専門学校の生徒さんがすごくブラッシュアップをしてくれていて、もう見るたびでなんかこういいテクスチャーが変わってるみたいなことになってるんですけど、そんなものを使ってですね、あ、これいいじゃんとかして、経済局のですね、今度ちょっとイベント展示会あるからちょっと展示会に出してみようよみたいな話で持ってきてもらったりとかしていて、で、これ展示会、右左上のやつ、展示会の VR 見てもらってるやつなんですけど、これなんと及川さんで、ね、お母さん来てくださって、すごい実際に体験してくださって、いいねとかつって、
言っていただいたので、みんなでよっしゃとか言ってたんですけど。で、だんだんなんかこんなことやってると、なんかビジネスとかプライベートとかも境目がだんだん分かんなくなってですね、もうなんか考えてもめんどくせえなみたいな感じに最近はなりつつあるので、いっそのこと撲滅しちゃったらいいんじゃないかというので、絶賛活動をしているところです。で、今ちょっとライターっぽいこととももちょろっとやらせていただいていて、この間データアカデミーのこととか、ホルグって、地方公務員を応援するっていうなんか妙なメディアがあるんですけれども、そこにちょっと書かせていただいたりとか、していますね。ガブテックとかもやっぱ今すごく興味があって、民間からこうドライブしてってくれたらいいんじゃないかっていう私のこう思想にもぴったり、ガブテックとぴったり合うものなので、そこのところでどうしてくるかなということで、こんなふうなことを書いてちょっと外に出したりとか、これもなんかこう行政職員から見たときのそのガブテックってどういう本なのみたいな。要は私たちは結構それに対してダメ出しをされているも同然なわけじゃないですか、ガブテックみたいなものって。君たちができてないから俺らがやるんだよみたいなところもあって、そういうところに行政職員としてどんな風に感じるかみたいなところをなんか取り上げて書いたりとかしてますね。で、モチベーション的にはやっぱり私は横浜が好きで、横浜に住んで横浜に働いている人間なので、やっぱり横浜を面白くしたいっていうのが一番なんですけど、2009年に横浜市民の手でですね、オープン横浜っていううちのロゴがあるんですけど、それと一緒に掲げられたステートメントっていうのがありまして、今こんな感じで、横浜をこう開放的で、こういうふうに、横浜を作り上げようみたいなのを市民の手によって作られたものがあるんですけど、これは私はやっぱり実現したいなっていうふうに思っているところですね。これも実際に家庭でイマジン横浜ってパシフィコ横浜に500人集めてワールドカフェやっちゃうみたいな、なんか夜も楽しいことをやっておりまして、この中で道もですね、未来の横浜は私たちに50年後どういうふうにしてほしいと思ってますかねみたいな、なんかそういう問いを間に挟みながら、本当に500人の人がぐるぐるといろいろ話し合って最終的に今のステートメントを掲げるみたいなことをやっているんですけど、そういうことをやれちゃう横浜なので、それを私は応援したいと思っているところですね。で、行政と皆さんやっぱり日々付き合っていて、いろいろね、つまんないこと言うなとかって、いろいろ思うところあると思うんですけど、やっぱりですね、行政は行政でやっぱりいろいろこう事情があって、これこの間市川のぞみさんに書いてもらったやつなんですけど、ちょっとこういう図大事だと思うんで書いてくんないかなって言って、私がものすごく雑に書いたのをですね、市川さんが非常に綺麗にまとめてくださってですね、ありがたい限りだったんですけど、やっぱり行政って行政だけでお金の使い方を決めてるわけでもないし、議会っていうその市民の代表がいて、基本的にはそこで決めてお金の使い方とか決めたりとか、実際に私たちのそのやってることが監視されたりとか、地方自治法みたいなその制約がものすごくあったりとか、あるので、なかなかこう自分たちだけで何かこういうふうにやりたいって言ったらやれるっていうわけでもないっていうのがあるので、そこが本当にこう全部細かいことを知ってる必要はないんですけど、そういう基本構造みたいのはなんか知っていただいて、なんですね、こんなこともできないのよみたいなことは、ちょっとなかなかこうね、単純に批判的論みたいのはちょっとやめてほしいかなっていうのと、議会を経て決めてるっていうところがあるので、自分たちの代表を決める選挙ぐらいはちゃんと言ってほしいかなというふうに思っていてですね、投票権は皆さんちゃんと行使しましょうねっていうところですね。あとは、単純にその、このプロダクト便利でいけてるからいいじゃんみたいなことを言われても、なかなかこう、ふーんで終わっちゃうところで、いや、そんなのね、普通に売り込んでいったらみたいな、なっちゃうので、やっぱりその、何かしらの課題をこういうふうに解決できると思うんですよっていう、そのストーリーを立てていただくこと、私たちももちろんその一緒に考えますけど、さっきの緊急時情報システムが、防止向けシステムだったのが防災向けシステムになったみたいに、一つのプロダクトが、こういうふうに使ったらもっといいんじゃないかとか、実際に課題に即したものになるんじゃないかとか、いわゆる IT とかって要素技術の塊ですから、そういう意味でいろんな形に使っていくことで課題にフィットしたものになるっていうのもあるかなと思うので、そこを単に売り込みの場じゃなくて、一緒にこういいものを作ろうよっていう場として、オフィシャル変換装置ってさっき言いましたけど、考えていただけるとありがたいかなというところですね。で、もう本当にこう一人じゃできないことを、みんなと本当にいろいろやらせていただいて、それこそ全国津々浦々のコード4の皆さんとなんかこういろいろ家をいただいたりとか、力をいただいたりとか、本当にすごく助かっているんですけど、やっぱりそういう人たちとかって出ていかなきゃつながれないので、できるだけ積極的に出ていって、私はなんかこうマーケティングっていうのかな、リサーチみたいな、そういうのは日々続けていったなと。
で、これから、ね、やりたいものっていうのは、やっぱりなんかサードプレイス希望型行政みたいな。私今専業副業みたいなの、あの行政でもやった方がいいじゃんって。で、なんかこう、結構健全してはばからないんですけど。まあ、外に出ていって、その自分たちもそのいろんな風を感じながら、まあ、サードプレイス的にあのいろんなところにあの参加していって、まあ、そこからまたその仕事に帰っていくみたいなことって、やっぱり行政ってあるべきだなっていうふうに思っているので、まあ、個人的には、ここから先はちょっとこれを突き詰めていくみたいなことを、ちょっと時間をかけてやりたいかなと思っているところですね。何分話した？ちょっと長かった？ごめんなさい。ね、大丈夫ですよ。てなと。以上ですかね。はい。ありがとうございます、はい。はい、ありがとうございました。パチパチパチ。はい、改めて、いつかさんもだいぶ知り合ってから長いですけれども、改めていろいろな活動をしているなというふうに思います。はい。皆さん、あの後から参加した皆さんもいらっしゃいますけれども、今13名おります。ありがとうございます。で、質問、これから質問タイムです。私も質問していきますけれども、皆さんもぜひ、お気軽にチャット、Zoom のチャットの方で質問いただければと思います。はい、よろしくお願いします。まあ、本当いろいろ聞きたいことがあるんですけど、まずちょっと横浜という土地について、はい、ちょっと聞いていきたいんですけど、やっぱこう横浜が好きっていうのがすごいこう、はい、よくあの石塚さんよく発言をするんですね、はい、本当に好きなんだなと思うわけですけどなんかその NPO が今すごく活発に動いているとか、うん、なんかその市民の力があるみたいな、強いみたいなのは、まあ、横浜を指すときによく言われるんですけど、そもそもそれってなんでなんですか？なんでなんでしょうね、まあ、開港の地位だっていうのもあると思うんですけど、やっぱり横浜ってその150年前、ちょうど160年前ですけど、まあ、港が開いて、まあ、すごくその、まあ、ご都合主義的に開かれた港だったりするわけなんですよ。まあ、江戸の港は開きたくないけど、まあ、横浜だったら別に 100個ぐらいしか家がないし、別にいいんじゃねぐらいな感じで開かれた都市だったんですけど、やっぱりそこから爆発的にいろんなものが入ってくる。それをこう受容するその力みたいなものをこう、まあ、養わざるを得なかったみたいなところがあって、はい、そういう意味であのこう、まあ、震災とかもありましたし、あの空襲で全部焼かれちゃったりとか、あのいろんなことがありながら、やっぱり そこから強く這い上がってきて、まあ、そこで培われた市民力みたいなものをやっぱり私も受け継いでいて、まあ、みんなで横浜を良くしていこうよみたいな空気っていうのは、なんとなくあるような気がしているのと、まあ、なんとなくあるって信じたいなるほどところと、まあ、両方あって、まあ、なんだろう、こう言ってると好きになるじゃないですか。好きって言ってると好きになるみたいなところもあって、まあ、実際好きですけど、あのやっぱり言ってるとね、はい、みんなそこ勝手にね好きになってくれるんじゃないかみたいなところもありつつ、戦略的に言ってるところもありますね。なるほどね。ごめんなさい、 UD トークが切れているのです、ね、本当ですか、はい、あごめんなさい、はい、なんか最近スマホの調子が悪いんだよな。あ、今オンになりましたね。あ、これあれか。わかった。これ僕のね、リンクの作り方が間違ってるんだ。なんですって？同時発言ができなくなっている。おお、そんなことがあるんだ。ちょっと、またあの、とりあえず喋っててください。僕が一旦切るので。はい。はい。じゃあ、リンク送ってくれ。そうですね。新しいリンクを後で送るので、はい、わかりました。ちょっと続けつつ、そちらがオンにしといてもらっていいですか？こちらがオン。今閉じちゃった。もう一回、タップして話すを。あ、閉じちゃいました。うん、じゃあ、至急発行します。皆さん、ちょっとだけお待ちください。じゃあ、その式に、あれかな、はい、チャットのあれを答えてればいいかな。あ、そうですね。はい、質問とか。あ、ただ、誰がいるの？あ、でもそうか。UD トークが認識しないのか。そうなんですよね。UD トークがある状態の方がいいんで、すぐ送ります。こっちで改めて参加してもらえればいいけど。三島さんの質問が多すぎるんだけど。あ、奥美香来た。もう奥美香さん。今、改めてメッセンジャーを送りますんで、こちらで。僕も一旦コミュニティを抜けます。同時発言ができないとかあるのか。そうなんですよ。
設定を間違えると、そうなります。それはあれですね、青木大名人に要望ですね。これか、これなのか、なんかすごい間違えそうな気がする。ペースト、はい、これで僕は、はい、大丈夫か。電気発言がダメってことは切れちゃうってことか。どっちかが話すと切れちゃうってことか。そう、これ入ってますかね。入ってない、入ってない、入ってない、入ってない。なんでだろう、私のスマホなんか昨日からずっと調子悪いんですよね。あら、なんか知んないけど。開いてはいますか。開いてはいます、うん、開いていて、そして話すはあります、話してるんだけど通じないっていう。関さんのやつだけがひたすら認識されている感じですね。これはしょうがないかな。ちょっとすみません、UD トークで聞いている皆さんには申し訳ないんですが、そうですね、ちょっと調子がよろしくないようで、後ほど字幕起こしして、うん、YouTube の方には公開いたしますので、ちょっと UD トークは、うん、僕だけという感じで、ごめんなさい、よろしくお願いします。すみません、後ではめたりします、はい、じゃあちょっと戻りますね、はい、はい、じゃあ本題に戻りまして、はい、はい、まあ元々活発だっていうところが結構大きいねという話が、ありました。コードフォージャパンサミット本当にすごい良かったし、コードフォージャパンにとってもですね、すごく新しい風を生む原動力になったなと思ってるんですけど、はい、あれそもそもどうして誘致をしようって思ったの、ね、豊島区がやったじゃないですか、はい、で豊島区がやった時に行って、で現地を見てこれすごいなって思ったんですよね。私庁舎でやった時にみんなに庁舎で現役庁舎使うなんてすげえねとかつってみんなに散々言われたんですけど、私に言わせたら豊島区の方がやっぱりすごくて、もうなんか勝手ない議場を開いちゃうとかってもうなんか私にしたらありえないことで、はい、だからそういう意味では豊島区のあのこう原体験みたいなところがあって、あれが横浜でできないことないじゃんとか思ったっていうのがありましたね。あとは関さんがちょうど神戸に行った頃で、はい、で、これ入ってないと神戸に取られるなって思って、はい、で、今のうちに読んどこうかなって思ったっていうのもありますね。いや、本当見事ハマりましたよね。本当ですよね。結構早い声かけましたもんね、はい、私ね。そうですね。はい。まあ、あれでいろいろと、いろんな新しいの人たちの参加も増えましたし、あと、やっぱ地元の市民が結構参加してくれてたのがよかったですね。うん、そうですね。やっぱ、そういう人が来てくれないと話にならないじゃんとかつって、三段上司に言われて、結構呼び込みは頑張りましたね。はい、ありがとうございます。あとは、そのお話の中で、その委託費の話がありました。はいはい、で、すごいそこは、その、やっぱ公務員だからこそ、うん、その、いわゆる民間との関わり方みたいなところをしっかりとこう設計できるんだと思うんです。ね、やっぱりそのお金の出し方みたいなところって変に設計しちゃうとやっぱ続かなかったりとか、うん、すごく無駄なコストがかかったりみたいなところはあると思うんですけど、静香さん自身はもともとその IT 関連のバックグラウンドっていうのはどれぐらいあるんですか。私は、別に学生の頃に勉強してたとかっていうのは全然なくて、で行政に入ってから、最初の3年目くらいだったっけな、IT ちょっと面白いなと思って、で、IT の部署に行きたいって言ったら、その教育委員会で最初に行かされて、で、教育委員会で、その、まあ、教育用のインフラ整備担当みたいなものをやってたんですけど、横浜って500校とかある、もう学校があるとんでもない年で、まあ、500×22 台とかって考えてみたら、もう天文学的な数字になるわけなんですけども、はい、整備費だけでもなんかもう見たこともないような数字になるって感じなんですけど、まあ、それの使用をかけとかって言われた時にですね、
俺なんかこう生半可な詩を書いたら、ちょっとね、学校の先生たちにぶっ飛ばされるなって思ってですね、まあ、そこからまあ、まず最初でハードの影響から始めて、で、まあ、インターネットとかちょうど、まあ、20年とか前なので、本当インターネット黎明期ってやつですよね、ISDN がもう出てるか出てないかぐらいな感じの頃だったので、まあ、そこからこう、どういうふうにつないでったらいいんだろうとか、ネットワークの勉強とか、なんかこう、必要に迫られて順繰りにやってて、まあ、情報システム化みたいなもので、ホストコンピューターの運用管理とか、勉強したりとか、なんかこう実務とともにこう知識をつけていったって感じですね。ああ、なるほど。じゃあ本当に専門的に学んだってわけではない、ね、ないですね。研修みたいな、職場でこう提供される研修みたいなものは散々行きましたけど、私一人で課の研修費食い潰してるとかって言ってぐらい行きましたけど、うん、でもそんなベースは本当に何もない感じですよね。はいはい、ありがとうございます。あとですね、質問としては、ちょっとオフィシャル変換装置っていうのが あってですね、すごい興味深いなと思うんですけども、そのいわゆるこう、そのもうちょっと説明をしていただくと、そのオフィシャルと言っているのはその行政のルールみたいなところだったりするわけですか？そうですね、まあ、なんだろう、その行政って何が売れるかというと、信頼感しか売れないみたいなところもあるじゃないですか。その行政の名刺持ってるだけですごくね、なんかよくわかんないけど信頼されるみたいなところあると思うんですけど、やっぱりそこをこう一回フィルターして、なんかこう、市民の方に提供されるようなものって、なんかそれだけで信頼されるみたいなところって、若干あるかなっていうふうに思っているのと、まあ、逆にこうそうやってこう信頼されちゃうからこそ、まあ、生半可なものを出せないというか、きちんとそれがこう区民のこう QOL というか、まあ、暮らしの高めるものじゃないといけないというふうに、こちら側もやっぱり私たちこう利益を追求するとかってそういうわけじゃなくて、もうひたすら公共の福祉みたいなところを追求しているので、まあ、そういうふうなところを増大するために、なんかそのプロダクトを最大限に使おうみたいなことになると、やっぱり民間の方たちともそういう視点でお話ができるというか、そういうインプットができるんですよね、やっぱり。なので、はい、まあ、民間の人たちはやっぱりその売ることみたいなところが、最大の命題だったりするわけなんですけど、私たちは別に売ることではないところなので、はい、まあ、そこの売るっていう、売るを最大化するっていうのと合わせて、じゃあその価値をどういうふうにうまく課題解決を生かしていこうみたいな、こう、まあ、両方の視点を持ってプロダクトっていうものをブラッシュアップしていけるなっていうふうに、緊急時情報システムを作った時にすごく思ったので、まあ、向こうの方もそういうふうに言ってくださいましたし、はいはい、はい、ところで、まあ、オフィシャル変換装置っていうのはもうなんかこう例えがあれかもしれないんですけど、まあ、実際にその、まあ、使っていただけるものになるな、なるその助けをしやすいかなというふうに思います、ね、はいはい、そうですね。僕も、まあ、神戸市で、短いながらにアーバンイノベーション神戸っていう、うん、まあ、行政課題を民間にと、スタートアップに解いてもらうっていうのをやってますけれども、そこはやっぱりすごくこううまく組み合わされば、うん、本当にこう民間だけではやっぱできないような、その市民からの協力だったりとか、地域に実際にこう使ってもらうことだったりとか、うん、そういうのがフィールドとしてうまく、作っていけるなというのはすごい感じています。そうですね、はい、でも結構難しくないですか、うん、その辺の、まあ、民間の人たちの言葉が分かる必要もありますし、うん、間を取り持つみたいなところがありますよね。そうですね、まあ、やっぱりなんかどちらの視点もこうあるわけで、まあ、こっちはこっちの事情がありますけど、まあ、あちらはあちらの事情がもちろんあるわけで、まあ、そこのところはやっぱりなんかこう自分のことだけ、こっち側の事情だけ言い過ぎてもよくないし、向こうの事情だけ受け取っててもよくないしみたいな、なんかそこのバランス感覚みたいなのはやっぱりすごく求められますよね。うん、なんかその際に気をつけてることとかってありますか？なんかね、なんだろうな、翻訳するみたいなことですよね、うん、やっぱり言葉とかそのお金の出し方とか、うん、やっぱり違うところがあるので、そこをなんかこう、なんだろう、言い換えるみたいなところと、あとはなんだろう、その目指すところを、ここを目指すんですよねみたいなところは、やっぱり最初の段階でちゃんと合意を取るようにしますね。まあ、要件定義が大事って、
あの、うん、システムを作る人だったら誰でも知ってることですけど、うん、まあ私行政あの情報システム課にいる時もホストコンピューターの運用管理とかやっていて、うん、まあ改修とかあの大規模改修とかあるんですけど、その時もやっぱりそれをしっかりやるんですよ。これは、うん、そのまあどこの 2B を目指したいのって、今アズイズこれでどこの 2B を目指したいのって、結局その差があのこうやるべきことになるっていうところ、それをきちんと見定めるっていうところですね、は本当にしっかりやるようにしますね、はい、なるほど、非常に大事なところですよね。あの実際にそのいろんなその IT とか、まあ、民間のものとかもシビックテックとかもそうですけれども、うん、あのまあイクナビもまさにそうだったと思うんですけど、やっぱ現場の人たちに使ってもらわなきゃいけないじゃないですか。でそれってそのかなりこう調整したりとかですね、うん、信頼をしてもらったりとか、うん、かなりのこう苦労があるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどうですか。うん、ありますし、なんだろう、あの環境が整わないとやりたくはないですね、うん、あの結構無理してあのやっぱ調整すごく多いので、行政の中で例えばイクナビネット1つ取ってもあれ30種類ぐらいデータがあるんですよ、うん、で原価で言ったらどのぐらいだろう、5つだか6つだか原価さんがあって、で挙句の果てにはもう消防署とかも出してくれるみたいな感じになって、まあ、そこにこうデータを出し続けてもらうその、まあ、プロセスを作るみたいなところってやっぱりなかなか大変で、まあ、それってあのやっぱりそのあの時はまあ一番トップの区長ですよね、まあ、今の私のボスですけど、あのすごくそのまあオープンデータすごく大事だからやるんだよみたいなことを言ってくださって、あの区の中にじゃあそういう体制を作ってっていう風にやってくださったので、まあすごくやりやすかったですけど、そうじゃなかったらあのまあ変な話こう自分が消耗するだけだったらもうやりたくないというか、なんであのこう裏でそういうそのそういう段階にないときは裏でそういう環境が整うようにこうなんかできるだけこうなんかみたいなあのね、はい、あの表立ってやるわけじゃないけど、なんかこう誰かにこう囁いてみるみたいな、オープンデータですよみたいな囁いてみるとか、なんかそういうことをやったりとかして、なんかできるだけ環境が整った上でやるっていうのをやりたいかなと思います。なんであの結構今ステルス期間かも。おいや本当そこがやっぱ大変、うんですよね。そのね、ぶっちゃけ神戸とかどうなんですかってすごく聞きたいんですよ。神戸もやっぱ、まあ、神戸は結構今やっぱ市長から市長がすごくこう理解をしてくれていて、そうですよね。ここはね大きいですね。ですよね。でもやっぱりその多くの他の自治体とか見てても市長だけやれやれ言っててもやっぱうまく動かないくて、やっぱその間にいる実際にその動く人っていう、うん、まあ、課長とか、まあ、係長もいるんですけれども、はいはいはい、そのレベルがやっぱそれなりの構想力を持って、うん、長い間いろいろこう、まあ、根回しも含めて動いていかないと、うん、やっぱその両輪回っていかないとうまくいかないなというのは非常に、そうなんですよ、はい、でやっぱり、まあ、神戸市の場合はやはりその田辺課長が、はいはい、そうですね、この辺の根回しもうまいし、うん、まあ、やっぱ少しずつ実績を積み重ねてきて、うん、あのだいぶその、うん、まあ、その外から評価されるようになってきてるので、あのそこはすごくどんどんこういいサイクルが回っているなという感じがします、ね、そうですよね、はい、とはいえでもやっぱりその今のアーバンイノベーション神戸みたいなものも、まあ、僕が入ってから4年ぐらいかかっているわけで、うん、はいはい、そうですよね、うん、そうだから私もなんだかんだイクナビネットを作るまでに多分10年とかかかってると思うんですよ。まあそのイクナビを最終形で作りたいと思ってたわけじゃないんですけど、うん、まあああいう何かそのチャンスを形にするみたいな活動をできたのは多分そのなんだかんだで10年ぐらいかかってるかなってちょっと思うので、うん、まあ、そういう意味でそのそこのサイクルをもうちょっと短くしたいと思うところがやっぱりあって、はい、 そうですよね、でその間に行政の職員どんどん討ち死にしていくんですよ。本当になんかすごいとんでもないモチベーションを持った人がどんどん討ち死にしていくみたいな、本当にそういう状況があって、はい、それってなんかこう損失でしかないし、うん、本当にメディアに取り沙汰されるような人ですら討ち死にしていくっていうこの状況は本当にまずいなって思っているので、そこのサイクルをもうちょっとなんかうまくできないのかなとか思ってますよね。そうですね。非常に、ね、チーフイノベーションオフィサーに超期待するとこなんですけど。その本当にこう
目立つ人、うん、スーパー効果、はいはい、そういうのって、そういう、その目立つ人って、実はこう孤立したりとか、頑張っているのに評価されないとか、うん、でだんだん本当に内地に行って、さっきやりましたけど、そういう環境ってありますね。はい、そこもう本当に内部調整うまい人は別なんですけど、その両方持ってる人ってなかなかいないというか、そうだから内部の調整だけなら済めばいいんですけど、議会とかもあるわけですよ。そうです、ね、言っちゃってみたら、はい、最終的になんかここでなんとか予算をまとめて事業のね、こう案出せても最終的にそれをまた議会に通す段階で、はい、とんでもない体力がいるので、それをねやり通す力みたいのはまあ大変ですよね。ごめんなさい、私民間にいたことがないんで、民間がどれぐらい大変かとか全然わかんないんですけど、はい、まあ、そういう意味ではベンチャーのフットワークみたいな、ベンチャーとかスタートアップ、まあ、そういうところのフットワークみたいなところをうまく取り入れていいじゃんってなる方が、私は今早いのかなってちょっと思ってるところですね。そうですね、うん、やっぱりそういった時に外とのつながりみたいなのは結構効いてくる世の中になってきたのかなという感じしますね、うん、やっぱりこう外の人から言われると、あ、そんなもんかなって思う人たち結構いるじゃないですか。そうなんですね、はい、なんかこう、ね、中のねプロパーの職員が言ってたらね、何言ってんのみたいな感じになるんですけど、お前ね15年前から知ってるけど何言ってんのみたいな感じになりますけど、でも外からねなんかこうそれっぽく言われると、あ、そうかなってなんとなく思っちゃうじゃないですか、うん、なんかね、それはうまくこう使っていきたいかなと思うんですよね。そうですね、結構やっぱ Code for Japan も、うん、そういう意味で、外からの意見として、やっぱその時々その地域情報化アドバイザーとかで呼ばれたときに、うん、ちゃんとその やっていることをその外の目線で褒めてあげるとか、うん、まあ、そういったものは結構援護射撃になっているシーンもあるかなという気がしています。でやっぱりCode for Japanもそうだし、その各地のCode for もそういう存在にうまくなっていけるといいなと考えてますと、ちょっとCode for横浜についてもうちょっと聞かせていただきたいなと思っています。Code for横浜って、今はどういう活動をしている感じなんですか。今どういう活動をしているかな。なんか Code for横浜ってなんかその新視聴者 VR みたいに、たまになんかこれ超やりたいよねみたいなのがバーッと盛り上がってなんかこう出てきて、でまたなんとなく平常運転に持っていくみたいなことを繰り返しているんですけど、まあ定例会みたいなのはこう粛々とやっていて、でまあ結構コアメンバーみたいなもう本当にこう今何人くらいかな、10人くらいいるかなみたいな感じなんですけど、まあ、イフラウンジとかね、ああいうしっかりした技術を持った会社が工学についててくれるとか、あと情報科学専門学校の先生たちが、まあ、自分とこの学生をこう本当に面白がってこう巻き込んでくれてるとか、あとはその相互でこうなんか例えば下山さんが情報科学専門学校で教えに行くとか、なんかこういう動きがあったりとかしているので、今なんとなくこうつながりを保ちつつ、なんかこうね関われるところで関わっていくみたいな感じになってるかなってところですかね。なんか質問がちょうど来てますね。Code for横浜はエンジニア中心ですかという質問が入っています。中心、うん、そうですね。私は完全に違いますけど、私は、面白いからやろうよっていう役割なんですけど、基本的には、うん、エンジニアの方が多いかな。でもデザイナー、小林さんとかはね、まあ、デザイナーみたいなこともやるので、はい、なんかいろんな属性の人がいますね。はい。まあ、ここ今チャット入っている人たちや市の職員もいっぱいいますけれども、その職員としてその各地の、まあ、Code for のコミュニティというのはなんかどういう関わりをしていくのが理想的なんでしょうかね。どういう存在としてあるのがいいのか。なんだろうな、Code for って結局その向いてる視線が地元じゃないですか。はい、私たち以上に多分地元に視線が向いていて、すごいきめ細やかにこうやって
対応して、まあ、活動してくださるみたいな、ウィキペディアタウンとかもそうですけど、はいはい、まあ、そういうところがあるので、なんか、そういうのをこう好きあらば、なんかこう、うまく行政のこういうところにやってみませんかみたいなところに突っ込んでいただくっていうのが、私はいいかなと思っていて、まあ、そういう意味で愛知とか、まあね、代表側のあれだっていうのも、公務員だっていうのもあるんですけど、まあ、金沢とかもすごく、うまくやってるなぁと思いますし、まあ、アーバンデータチャレンジみたいなね、ああいう場がこう、 うまく使ってこう、どんどん行政の方になんとなくこう、まあ、乗っても乗らなくてもまあ、いろいろ自治体によってやっぱりね、あるとは思うので、まあ、乗れるところからどんどんなんかこう回していって、でなんかこう外にジャジャ事例を出していってもらうみたいなところがいいかなっていうふうに思いますね。ちょっとなんかね、これっていう特効薬みたいなのはやっぱりないんですけど。はいはい、まあ、横浜は横浜の事情ももちろんあるし、まあ、できる時もできない時もやっぱりケースバイケースなので、なんか逆にそのチャンスがあったらこう捉えてほしいというか、あ、これここにうまくはまりそうとかって思ったら突っ込んでいただくみたいな、行政の総合計画とかね、いろいろ外に出してもらうじゃないですか、まあ、形になってんだかなってないんだかよくわかんないようなものもありますけど、まあ、そういうところはこう見ていただいて、あ、ここにこういうふうにはめたらいいんじゃないのみたいなふうになんかこう、もう寄せてきてくださると非常にやりやすいところはあります。はいはいはい、まあ、静香さんのプレゼンにもですね、外に、まあ、出ていかないとつながらないって話がありました。で、まあ、各地のコードフォームもですね、本当に職員に来てほしい、まずは参加してほしいみたいなふうに思っていると思うんですね。とはいえ、うん、でもやっぱり来てくれる人ってそんな多くはない。そうですね。まあ、そもそもこう業務外の時間にわざわざプライベートの時間を使って参加するかみたいなところもあったりして、うん、そこは、まあ、石塚さんはそもそもなんでそんなに外に出ていけるんですか？まあ、モチベーションが保てないっていうのもありますよね。それじゃなるほど、なるほど。もうね、なんかこう職場の家と往復だけじゃ本当にもうモチベーション下がるだけで、ちょっとやってらんないなっていうところがあるので、まあ、私にしてみたらマーケティングに近い、マーケティングじゃないなって思うんだけど、なんだろうな、こう外に調査活動に行ってるみたいな、やっぱネタ探しですよね、みたいな要素はすごく大きくて、まあ、単純に自分が楽しいからとかっていうのもありますけど。なるほどね、楽しい、まあ、という意味ではストレスは別にないわけですね。うん、もうそこまでいるのがよっぽどストレスあるかな、みたいな。なるほどね。なんかそう思ってくださる方がもっといっぱいいるといいなと思うんですけど、うん、実際その市役所の中では、どういうふうに思われているんですか？どうよくやるな、みたいな思われているのか。まあ、ちょっとおかしいとは思われてると思うんですけど、間違いなく、はい。何やってんのかな、あの人みたいな。ところはあると思うんですけど、でも、私、有志勉強会みたいの、町内でやったりとかして、はいはい、みんなでオープンデータ作ってみようよみたいな活動をしたりとかしているんですけど、で、ローディーチャレンジにね、出してみて、こう、ちょっと賞もらったりみたいなこともやっているので、なんかこう、じわじわとそういう普及活動をしているのと、あと、その SNS とかではものすごい発信するじゃないですか。はいはい。で、ああいうことやってると、なんかこう、他の都市の人たちが、なんじゃなんじゃって、なんとなく見てくれるみたいなところもあって。そういうのでね、あわよくばなんかね、ちょっと地元の子供に行ってみようかな、みたいな人が増えるといいな、みたいなところですかね。なるほど。そうですね。本当に、今、質問というか、チャットの方でも、Code for 草津ですかね、これは。怪しい団体じゃないですよって言って回って、3年目でやっと怪しさを連れてきた。そう、それそれ、はい、まあ、確かにコードフォーって怪しい団体だと思われ、うんうん、思われるよね。結構ありますよね。あとすごく敷居が高いとか。そうなんですよ、うん、やっぱりなんか技術とかテクノロジーでとかっていうと、ね、うん、自分 IT じゃないからみたいに思う人ってすごく多いじゃないですか、うん、でもまあ実際今ねノンコーディングでね、なんかこうプロダクト作っちゃうみたいなことは全然あるわけで、なんかそこのね、うん、チャットボット作るとか、コードフォーキャットの活動とかすごいわかりやすいと思うんですけど、そうですね、ああいうなんか本当にこう、別になんかこう、テキストを打てればなんとかなるみたいな活動の、普及とかってすごい重要だなというか、効くなって思いますよね。うん、そうですよね、うん。うん。なんか結構、
なんかモチベーションが保てない分かりますとか同意のコメントがいろいろありますね。大人の部活とか同好会って感じで楽しいことをみんなで作るからモチベーションは保てている。そうなんですよ。成果を求めるとモチベ下がる気がするという人もいます。本当そう思います。まあ、成果というか評価かなと言ってますけど、はい、そうなんです。やりたくないことはやらないじゃないですか外では。そこまではやっぱりやりたくないこともね、あの仕事なんてやらなきゃいけないけど、まあ、基本的にはやりたいことしかやらないわけで、うん、やりたいことをみんながやりたいようにやるっていう、はい、まあ、なんかそのプロセスで、そんなプロセスでもこんなすごいものができるんだって、うん、いうふうに見せていくことは、まあ聞くかなって。もう編集者 VR なんかまさにそうですよね。はい、はい、もう本当楽しい活動ですね。まあやっぱ本来何かを作るとか新しいことやるって、うん、楽しいことですよね。楽しいことだと思います。私はすごく楽しいと思うし、うん、本来仕事もやっぱりそういう風に楽しいと思ってやれた方がいいと思いますし、うんうん、それをなんかどういう風にやったらいいんだろうっていうのを、なんかコードフォーの活動とかをやりながら、あのそれをこう仕事に返しながら、なんかそのバランスというか常にこう実証実験してるみたいな感じはありますね。そのまあいわゆるこう翻訳者としての、存在が大きいと思うんですけど、まあ、行政の言葉とそういうこうシビック、まあ、民間いろんな、まあ、市民とかが、楽しくちゃんとこうやりたいことをやるみたいなところで、あとまあ民間企業もですよね、そこら辺の変換、トランスレーターとしての役割ってこれからますます重要だなと、アーバンイノベーション神戸やってても思うんですけど、うん、あのでその方向性が行政の職員サイドからっていうと、まあ、コードフォーみたい、まあ、私みたいに民間からみたいな2つの方向性があると思っていて、その行政側でそういう翻訳者をもっともっと増やしていくってなった時に、どういうことを、どういう機会とか、どういうことをなんか変えるといいと思いますか？どうなんだろう、やっぱりその、なんだろう、テクノ、まあ、ソサエティ 5.0 って今、まあ、言われてるじゃないですか。で、あれをなんとなく、もうちょっと合意を進めた方がいいかなと思っていて。で、あの未来はこうなるんだと、あの未来をこういうふうにしたいんだっていう、そのみんなの合意みたいなところをもうちょっとあのこう形にした方がいいかなと思っているところがあって、なんつったらいいんだろう、あの多分わかると思うんですよ、行政職員であれば。あの例えばその自動運転みたいなものが普及したら、その道路行政がすごく変わるみたいなのあるじゃないですか。私は自動運転が普及したら、逆に人間が運転する車の方が危ないからダメってなると思って、人間が運転する車はこのサーキットでしか運転しちゃダメよみたいな世界になると思ってるんですけど、まあそういうふうなその未来への想像みたいのを、なんかこうできるだけ膨らませるような機会を持っていくっていうのが一つ重要かなと思ってはいるんですけど、ただ行政の職員やっぱり普段の仕事に疲れすぎていて。いやもう、そこのところをね、なんかこう、テクノロジー、何それ、美味しいのみたいなところを、なんかこう、どうやったら脱出させられるんだろうみたいのは、結構日々思いますけど、いくらみたいのは、やっぱりそういう意味では聞いてたのかなって思って、ああいうの、あの、パーソナライズ、ね、あの、行政のサイトでパーソナライズってなんだよみたいな感じだったんですけど、まあ、そういうふうに、あの、こう、使っていくことで、実際にその、役に立つ人がいるんだみたいのを、本当にこう、ガンガン見せていく。みたいなのは、うん、なんか結構地道ですけど多分その日本の国民性だとは思うんですけど、急にそのエストニアみたいにみんなでね、クスロード使っちゃおうぜとか、いいね、自転車しちゃおうぜとかって、ああなるとは思ってないんですよ。ただどっかのスピーチを超えたら一気にそうなるかなって。確かにね、そういうところありますよね。そうなんですよ、ね、もうあの日本ってそういう国だなと思ってるんですけど、まあ、どっかのクリティカルマスみたいなのをガーッと超えちゃったら、本当に一気にそっちにガーッと流れていくっていう感じになって、そういう意味では私20年ぐらいその行政の中で IT っていうのを見ていて、最近そういう空気をようやく感じてきているところですね。ガブテックとかもそうですけど、本当にあのそっちの方にあの触れていく空気がだんだんできつつあるなと思ってます。それは多分皆さんの尽力だったり、あの政府の中で頑張ってくださってる人
たちだったり、そういうその人たちの尽力だとは思っているんですけど、うん、確かに、まあ、コメントでもソサエティ 5.0 って分かりにくいですねとか、うん、革新的な未来は賛同されにくいっていう意見が出てるんですけど、まあ、多分これからのフェーズはそれが少しずつこう社会的に具体的な実装として出てきていて、うん、出ていって、でそれがあのやっぱり少しずつ、こうオセロをひっくり返していくというか、そういうことになっていくのかなとは思っています。まあ、まあ、決済の仕組みもね、徐々にこう変わり始めていますし、うん、自動運転も実証実験は、いろんなところでやられていますし、まあ、実際僕もこの前リーフでレベル2のオートクルージング機能を試したんですけど、やっぱ一回体験すると劇的にこう運転というものの概念が変わる、ね、面白いんですよね、はい、やっぱりその、うん、そういう実際に何かこう、ね、体験する人が増えていくっていうのはすごく大きなインパクトになるんじゃないかなと、ね、そうなんですよね。そういう意味でなんかそういう場所をね、なんかこう普通のこの市民の人がそういう場所ことに触れられる場みたいなのも、うん、やっぱりどんどん作るべきだなと思っていて、はい、まあ、横浜はそういうなんかこう実証実験のプラットフォームみたいなものを作ったりとかして、自動運転とかもあのこの間、ついにこの間、関内の街中で自動運転バンバン走らせて、でなんかモニターの、ね、市民の人に乗ってもらったりとかしてましたけど、やっぱり私も乗るとすごいテンション上がるんですよね、あれ、おお、すげえみたいな、こんなのっぽいみたいな感じになるので、やっぱ、ね、なんかこう見せていくとか、未来はこうなるっていうイメージをさせる。みたいなことはめちゃめちゃ大事ですね。あとはその危機感の共有ですよね。やっぱその少子高齢化みたいな話の中で、まあ、ここから先その都市が都市としてどうやってやっていくのみたいなところ、横浜は割とあるんですけど、横浜って2030年だっけなの高齢者100万人時代がやってくるという感じなんで、高齢者だけで政令指定都市が1個できちゃうみたいな状況を迎える中で、そこでなんかこう都市というものをどうやって保っていくのっていう課題感っていうのはやっぱ非常にあるので、それを常に共有していくことっていうところは、うん、まあ、2つ大事だろうなと思ってますね、うん、そうですね。なんかそういう未来について話せばみたいなのはどんどんできてくるといいですよね。やっぱり、まあ、いわゆる最近よく言われるバックキャスティングみたいなのって本当に大事ですよね、うん、なんか、僕としてはそういう行政職員がそういうファシリテーションがどんどんできるようになっていくと、あの新しい形のこうタウンミーティングみたいな、そういう場も生まれてくるんじゃないかなと思っていて、まあ、そういう場に、まあ、コードフォーム協力しているみたいな、そういう感じになっていくといいなと思っています。そうですね、うん、イマジン横浜みたいなのはもう一回なんかどっかで、ね、うん、できたら面白いなと私も思ってるんですけど、うんうんうん、いいですね、そうですね。チャットの方でも、想像力って人それぞれのバックグラウンドが違うことが関係していると思うと、多様な人の意見を受け入れてみるって大事だよねという意見ですね、うん、まあ、分かりやすく伝えられる人の大切さとか、行政職員にイメージをまずは持ってもらいたいみたいなコメントも出ております、というわけでですね、もう1時間あっという間経ってしまいました、はい、皆さんちょっと途中ユニトークのトラブルなんかあって、時間が短くなって申し訳ありません。というわけで、まだまだいろいろ話を、聞きたいところなんですけれども、というかこれから飲みに行きたい感じですけれども。どうした？これから東京に。これから晩ご飯作る。飲みに行きたい。はい。まあ、ちょっと非常にチャットの方でも盛り上がった回だったなというふうに思います。今日は大変貴重なお話を、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、最後にちょっと感想なんかいただけないかなと思います。1時間話をしてみていかがでしたでしょうか。これいらないな。ちょっと感想いただけますか。1時間今週あれなんですよね。なんだっけ、うん、あれまたセンクでイベントなんですよね。ああ、ハックで、ソーシャルハックであります。いけないんですけど、すいません。はい。はい。石岡さん、最後にですね、配信の感想をいただいてもいいですか。は
はい、思ったより孤独じゃなくてよかったです。よかった、確かに。いや、もう、ズームの中配信めちゃめちゃ孤独だとかって、本当にいろんな人に言われたんで、そうそうそう、どうかなと思ったのと、あとなんかこう、こういう場に出るたびに思うんですけど、なんかこう自分の考えをとかその活動とかって実はなんかこう考えてるようで考えてないとかあるんですよ。あんまりなんかその私なんか結構面白いから言っちゃえみたいな感じの人間なので、なんかこうあんまり深く考えてなかったりするんですけど、でも結果的にそういうことにつながってるなみたいな、なんかこう整理をするのにいつかなんかこういう場を使わせていただいていて、で今回もあの非常にあの、まあ、サードプレイス型行政とか不動型行政、はいはい、なんかそういうキーワードをいくつかつかめたので、非常にありがたかったと思います。ありがとうございます。いい機会になったようで、私としても大変嬉しいです。では、最後に告知をさせていただいて、今、石塚さんがちょっと言ってくれたようにですね、今週末土曜日にですね、ソーシャルハックデーというイベントがあります。東京と、あと、裾野市と、札幌が手を挙げております。ワンデーミニハッカソンみたいな感じで、やりたいことがある人が集まってですね、簡単なピッチをして、それに対して手伝いたい人も集まって、お昼食べてワイワイしながらですね、でその後、なんか集中して何か作ったりとか、ドキュメント作ったりとかアイデア交換したりとか、まあ、いろんなことをやって、最後5時ぐらいに、何をしたかっていうのを発表して終わりみたいな、そういう場です。コードフォージャパンのサイトから多分行けると思いますので、もしご興味ある方は、ご参加いただければと思います。それとですね、次回、2週間後の、このオンラインアカデミーはですね、神戸市の、ミキさんという、方からですね、市民 PHR の活用と今後の展望というテーマでお話をいただくことになっております。神戸市つい最近ですね、マイコンディション神戸っていうですね、自分の健康状態が、保存できていっても見られるみたいな、そういう。すごい聞きたかったんです、私。はい、そう、よかったです。じゃあぜひ、2週間後、水曜日。それに企画者が、参加いただきますので、ぜひお話聞いていただければというふうに思います。ハックデーの方に、リンクがありますので、ぜひ、見てみてください。というわけで、今日の配信は以上となります。皆さんお忙しいところご参加いただきありがとうございました。あ、ごめんなさい、あと1点。Code for Japan のスラックチャンネルですね。この、オンラインアカデミーのチャンネルがありますので、もし、ご興味ある方は、ハックMDのリンクがあるので、参加いただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またね。